そしてスーパーカラーの上には東京フルコースワローズマスコット30年目の大ベテランつばくろも登場です。トゥ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 バイクロー、先週のつばくろでお疲れ様でした。今週も盛り上げていきましょう、つばくろ。さあ、それでは時間もあまりありませんので、つばくろの今日の一言いきたいと思います。いきませんか、つばくろ。まだ行きたくないそうです。では行きたくなるまで待ちましょう。あ、 OK です。もうよろしいですか、先生。はい、先生の準備ができましたので参りましょう。今日のつば九郎の一言です。スーパーカラビジョンスーパップ。はい、今日から神宮は夏休み最後の6連戦です。はい、8月、そうです、僕もね、好きなんですよ。はい、この 6連戦、勝ち越しましょう。ハッスル、ハッスルしましょう。さあ、今日は、そうです、スワローズの坂口投手誕生日です。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ベイスターズファンからも拍手がありました。そうです、ちょっと前まではベイスターズにいました。トレードでチームスワローズで。ベイスターズの皆さんも今夜はやりづらいね、やりづらくないですか、誕生日で打てないよね、打たないよね、むごい誕生日にしないでね。つば九郎の言葉届きましたか。先週3立てで終わったつば九郎でお見事でした。やったやった、肩の荷が下りました。つば九郎プロデュース大盛り上がりでした、ね、まだ早いよね、なんかお祭りしたいよね。そうですよね、フェスティバル&カーニバルしたいよね。したいです。つば九郎も水着など着て行きますか。いや、ね、で球団の偉い人、球場の偉い人のもとへ直接つば九郎動きます。おお、ということは9月なんかやってくれる。来月皆さんお待ちください。ベイスターズファンの皆様もお待ちを。いやー、どんな楽しいことをつば九郎企画してくれるのか楽しみにします。夏休み満喫中のちびっ子たちへ、子供たち元気に遊んでますか。遊んでる楽しんでますか。夏休みの宿題はどうですか。まだ3週間あるよ。はい、あるよ。遊びなさい。焦るにはまだ早い。困った時のコピペです。読書感想文、ネットにヒントがある。あくまでもヒントです。ね、たくさんヒントあるよね。はいはい、つば九郎先生さすが。つば九郎のおすすめはプロ野球選手名鑑2023です。これは奥が深い本です。これはいいヒントになりますね。はい、ぜひ子供たち参考にしてください。6連勝と楽しい夏休みへ。